政府が初めて子ども白書をまとめました閣議で決定した子ども白書は3つに分かれていた子どもに関する白書を一体化したもので政府が進める次元の異なる少子化対策の具体的な取り組みなどが掲載されています子ども真ん中社会の実現に向けた機運の情勢に広く活用されることを期待しているところでございます また、特集として、日本を含む5カ国の子どもや若者を対象にした意識調査の結果が公表されました。この中で、自分自身に満足していると答えた日本の子どもは57%余りにとどまっていて、各国より自尊感情が低い傾向にあることが指摘されています。